ビュー機はネオヘリ様より購入させていただきました。今日のレビューは XK 車 K シリーズのフラグシップとして登場した XK K130 です。固定翼の A シリーズを世継ぎ早に発売し、今最も元気な XK 車。その XK 車が送り出す新作機は、その名の通り130サイズの 3D マイクロヘリで、同社の K シリーズで最大ローター長であり、マイクロヘリとしては大柄な機体となっています。この K130 は従来機で培ってきたスワッシュやヘッドを刷新し、新構造を導入した野心作で、モーターをボディ中央に置き、全サーボが軸よりも後ろに搭載される配置となったことで、前作 K120 で懸念点とされていた左右の重量バランスが適正化されています。もちろん激しい 3D マヌーバなどの高い負荷も許容するため、スワッシュプレートやローターヘッドは従来通り高品質の GNC メタル製を採用し、高出力を要求されるテールモーターもブラシ壊れすながら 10mm にサイズアップして対応。コスト増を抑えながら価格と性能を上手にバランスさせています。茶色一体型のレシーバーは K シリーズ共通の FTR 対応を掲げ、双葉製送信機から SFHSS プロトコルの使える互換送信機まで多くの選択肢も提供。もともと定評の高かったジャイロでしたが、さらにフローティング構造を採用し、センサーが機体振動を拾うことによる誤動作も抑制しています。機体のサイズ感はこんな感じ。手前から K130、K120、K110、一番奥が K100 です。ボディがワイドなので大きく感じるだけでなく、テールを揃えると全長の差が顕著に見れます。ワルケラ V120B02S と比較するとその差はわずか、ほぼ同じサイズですね。重量は実測 99.5g、 100g を切る軽量ボディです。バッテリーは 30.9g です。飛行テスト。送信機は T8SGV2+ を使い、 RTF 付属送信機と同じピッチ角 70% 縛りのスロットルの設定です。まずは 6G モードでホバリング。安定してますね。ド安定ですね。ピルエットから試します。ピルエット速い、左右ともに速いですね。いいですね。あとアイドルアップして、アイドルアップ、次にアイドルアップして 3D モードです。フリップやってみます。フリップやってみますね。うん、楽々ですね。ねじれ知らずでテールホールドも抜群です。パワーがあるのでフリップでのヘッド速度落ちが少なく、ネガティブピッチを入れすぎちゃいます。楽しいです。フリップした後の収まりがいいなら、しばし自由飛行を楽しみます。流されるとすごい 3D モードだとほとんど変わってないんですよね。
時間切れ。